すっきり気分爽快、正しいより楽しい、ママミ超ハッピーライフへ、カモン。 Oh my god, oh my god, oh my, oh my, oh my god, お前が神だぜ、 Oh my god。 はははははは、笑うて笑うて、鼻から笑うて、まんまの今笑い飛ばしちゃってみるバディ、メリークリメリークリメリークリスマスっちゅう感じで、じゃないのに悟りおっぴろげ、心理ドゥンズバドゥ真ん中、あごは曲がっちょるけども、愛はまっすぐ、お前さんのハートにメリークリしちゃうよっちゅう感じで、じゃらら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 、じゃら悟りマスター、別名非常識超開運マスター、よっぴ三条だからね、めっつってね、むせるね、すごいね、喉がなんか来ちゃった今ね、メリークリだから喉が来ちゃったっちゅう感じで今日も、あいつのお前さんとの、まんま道をハッピーライフを謳歌していこうかなっていう感じなんやけども、これはね、ちょっと一旦ね、おしまいして、ね、お前さんどう今日、どんな調子ね、メリクリだけどもっつって、ね、今日はメリクリにふさわしい、楽しい楽しい、エンジョイなテーマ持ってきたよっつって、題して、正しいよりも楽しい、ね、すっきり、気分爽快な、まんま道をハッピーライフを、カモン楽しんでこうぜ、ワオワオワオつってね。え、なに？いつもと言ってることが同じじゃないのかつって。お前さん、ヨッピーはクリスマスだろうが、なんだろうが、お正月今度来ようが、毎日同じことしかやらねえ、ワオワオワオつってね。え、でも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 、ステイステイ、神階段関連をチェキラチョ、めっちゅう感じでね、早速お話ししていこうか。ね、で今日ね、ヨッピーが一番伝えたいのは、やっぱりこのクリスマスのように楽しいっていうことね、正しいよりも楽しい人生を送ってくれよなっつってね、そのためにはどんな風に日々を過ごしていこうかなっちゅうね、過ごした方がええのかなっちゅうところ、そこなんだけどもね、さあクリスマスだからまたみんなで一緒に言おうか、せーの、そのままでいい、メリークリスマスね何この間抜けな感じのメリークリスマスみたいなね、これね、100均で買ってきたよっつってね、100均便利だねっつってね、そんな感じでさ、あのね、まんままんまのそのまんま、素直に素直に生きていくことが何よりも大事だかんねっつって、で素直に生きると、なんで正しいより楽しいむせるね、ね、なんだかね、正しいより楽しい人生が送れるのかなっていうね、そこをね、今日まあちょっと深掘りっちゅうしたいんだけども、あのさ、正しいか正しくないかっていうのは、この頭さんがね、マインドさんが言っちゃってるわけね、それを横にいつもね、置いてって言ってるけども、置いて体の感覚に意識を向けてなっつってね、その体の感覚をまっすぐ見ることが、素にまっすぐ素直に生きるあり方だかんねっつって、で素直になればなるほどに、体の感覚をそのまんま見れるようになるね。ただそのまんま見れてない時っていうのは、頭のおしゃべりがそれは正しいんだろうか正しくないんだろうかね、しかも正しい正しくないっていう、そのさ、ジャッジメント、判断基準っていうのも、今までの人生で自分がインプットしてきたことをね、もちろんそれをさ、基準にしてるもんですからね、そこをとにかく横に置いてね、その外側からインプットしてきた正しい正しくないじゃなくて、お前さんはどう感じてるのかつってね、お前さんは何が楽しいんですかっていう、わおわおわおつってね、そのまんままんまの素直な声をキャッチして、楽しいっていう感覚にどん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 意識が向いていくことが、この正しいより楽しいね、気分爽快、すっきり、まんま道をハッピーライフだかんねだかんねちゅってね、でこの素直になればなるほどにすっきりしていくんだよね。要するに、溜め込まない、我慢しなくなるってことね。頭でこういうね、役割だったらこうあるべきなんじゃないかとかさ、そのね、TPO に合わせていろんな、こう俺が正しい、こうあるべきみたいなね、ねばならないみたいなね、そういうさ、思い込み強いわけ人ってね。ヨッピーだってもちろん絶えずそういう思い込みが現れてくるわけけど、
そのまんまにして横に置いて、まんまの感覚をそのまんま見て、素直に素直に生きていくほどに、ね、このね、エネルギーがすげえ循環するわけ。ね、お前さんの俺の命の力が最大限に引き出されて、溜め込まない、すっきり気分爽快な人生になってく。ね。それは、まあ、お通じがいいのがすんごいわかりやすいで、いつも言ってるけども。ね。いっちもいっちも改便だよ、みたいな。ね。そんな感じ、それが好循環。ね。人生がうまく回るっていうあり方、生き方なわけよ。それが、ヨッピーの言ってる、まんま道をハッピーライフなわけね。だからこそ、まんまをそのまんま見て、ね。そのまんま感じていることにただ気づいて、ね、思考のおしゃべりとかいろいろ出てきたら、気づいたらまた横に置いて、まあまあの感覚を見て、そうするとどん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 すっきり爽快になっていけばなっていくほどに、楽しい、自分が喜びを感じるっていうところに意識が自然と向くようになっていくわけ。で、楽しいってところに意識が向いていると、ね、その楽しいっていうさ、人生がどん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 現実として現れてくるわけ。楽しい、喜び、感謝、みたいなね、愛だかんね、みたいなね、その上っ面の綺麗事じゃなくて、すべてを包合した愛っちゅうやつね、それは今なんだよ、つって。ね、今がそのまんま愛なんだよって、だから今をそのまま生きるのが愛から生きることなんだよってね、すんげえ深いこと言ってるよって。オッケーオッケー。だから今日はメリクリだしね、メリクリだからどんな風に過ごしたってのお前さんはね、楽しく過ごしてるね、すっきり我慢せずに素直に生きてるかい、イエーつってね、ちょっと変なノリになっちゃったけども、そんな感じでさ、お前さんね、今を楽しむってことを意識してみて、そして自分はどんなことがワクワクするのかな、どんなことに情熱が持てるのかなみたいなところに意識を向けてさ、ね、このクリスマスめっちゃめっちゃね、素直に過ごしてごらんよつって、で、お前さんがすんげー楽しめるように、ひょっぴ実は今日この後夜8時から TikTok でトークライブね、トーク、爆笑トークと弾き語りでクリスマスらしいソングとか、あんな歌こんな歌ね、ヨッピーのレパートリーはすげえ少ないんだけども、けどすんげえ聞かせてお前さんを和ませて、しかも開運のドンズバシーンを投げポーって、さらにはクリスマスプレゼントとしてね、お前さんにスーパーヒーリング、元気と運気を爆上げしちゃうスーパーヒーリングをプレゼント中するかんねっちゅう感じでね、YouTube では前回の動画で高次元調律をプレゼントしたけども、 TikTok ではまたこれライブ配信でヒーリングするとすんげえことになっちゃうからつってね、お前さんはもうズッポンズッポンボッキュンボッキュン、あのなんかもうボキャブラリーがないから変な擬音になっちゃったけども、すんげえすっきり気分爽快ね、そんなクリスマスの夜を過ごせちゃうから全部参加してくれるなっちゅう感じでご紹介しようか。オーマイゴッド、お前が神だぜな、オージーザスクライス、ね、クリスマスにキリストをね、忍ぶんじゃなくて、オー神よじゃなくて、オーマイガーじゃなくて、オーマイゴッド、お前が神、ね、お前の認識がお前の世界、お前の宇宙を作ってんだかんねっていう感じで、チャンネル登録、グッドボタン、グッドボタンね、どっちでもいいわっせ、グッドボタン、グッドボタン、よろしくなっていう感じで、ベビーどこまでもまんま道をハッピーライフを一緒にエンジョイしていこうぜ。じゃあな、この後8時から TikTok ライブで待ってるぜ。バーイ、チャオ、メリークリスマス。はい、ということで今日はメリークリスマスだかんねだかんね、クリスマスのマルクは今日もイケメンでスタイルが群抜でございます。マルちゃん、こっち向いて。あ、何どうしたの、ちょっと照れてんじゃないの、イケメンなのに。お前さんね、ヨッピーのテンションがうざそうです。そしてこの階段にはチョビータ、シロビアータ、アラビアータ、チョビーでございますね。チョビー、メリクリ、ね。メリクリだよ、チョビー、ね。クリスマス、ね。クリスマスだからお前白を真っ赤に染めてくれよ、おい。おいおいおい。おい、ね。うざそうです。そして、ヤンマ。かわいいね、ヤマギはね。とってもかわいい三毛猫だよ、ヤモ。ねえ、何これ。このポーズ見て、つって、なんか今来た。ね。なんか来たわ。ねえ、ゼウスでございます、今のは。このストーブの前にね、みんな溜まりまくってますけどね。いやー、クリスマスだよ、みんな、ありがとうね。ね、ちょっくん、
ありがとう。山もありがとう。ね。We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Happy New Year はまだ早いっつって。ね。なんだこの歌っつって。以上でございます、皆さん。メリークリスマス、バーイ、チャオ。最後、ヨモギのドアップ。